じゃん。にっていうかもう昨日からあるよ、うん、あれさ、うん、ホスト芸人バーあったから、はい、それあれ長いんなあ。とっ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 とないあっとないとないとない。これはもしかしてとないとないとないとととととのとないとととないとと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 とないとと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 とないだったと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 だったないなんなんないないないんですよないないんですよ。ヘルさんとヘラヘラしているナンバナウナンバナウこれナンバナウ大事なんですよね。よいしょ。はい、ツイスダイス。はいはい、こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。お眠です。もう急遽ですからね。急遽です ね油断しましたね、僕もね。急遽ですけど、はい、2週いやだから先週はやったんですよ。先週はやったんですよ。先週やって今週の火曜日が無理みたいになっちゃったくさいんやけど大丈夫やった。 なんとか今週ねじ込む、ねじ込みましたね。ありがとうございます。ねじ込みましたけど、はい、一つカメラ死にました。もう言ったかって。目の前でカメラが死んでいく様見ました。あれ僕なんかカメラ調子悪いですね。カメラ、レンズこっちがピント合ってるのこっちがぼやけてる、なんでなんて。なんでなんすね。カチャカチャカチャバキンって。ああ。カチャ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 パラパラパラ。これ直んないですね。でやっちゃった、ね、一応ね入れてみたらもうレンズ指紋っていうか謎のホコリいっぱい入ってたから、もう無理無理無理、はい終わりっつって解散っつって僕今捨てましたね。叩き捨てたって。しゃあない、もうそういうのもありますよ。もうまあそういう時もある。そういう時も通ない。何なん通ない。万能薬ちゃうねんて。通ないは何の万能薬にもならへんねんから。ならないんですよ。ならないですよ。ならとうない。ありがとうございます。ならそうなんや。よいしょ。はい、どうはい、ということで。まあね、もう3週明けて、うん、そして先週から無事復活し、そうですね。そして今週にあたり、まあね、長かなんか長かった気がする。気がするだけかも。どっちがですか、3週間が。いや、この1週間。だって、先週の火曜日やって今週の火曜日やろうかって言って、はい、ダッチャー、はい、ダッチャーどうもお疲れ様です。大阪難波で飲み合ってます、吉木左官から中石ますみです。よろしくお願いします。関西演芸協会漫才師地獄の遺伝子のヘルトーナイでございます。よさするさいテテテーリア。うるさい。ちゃんあのテテテーリは、ね、最近うるさいって言われる、静かにしてって言われる案件が多すぎて。ここでしょ。ごめん、合法的に、それはごめんなさい。合法的に叫べるとか、わめいたりできるの、ここしかないから。ヒカルさん、おかまえ。はい、どうも、おかまです。よろしくお願いします。どうも。どっちもおかまです。おかまです。いや、ちゃうでしょ。党内。違います。党内です。党内です。党内。いや、でも1週間は長かった。なんか長くてさ、はい、飲んでますか。そんなに飲んでない。そんなに飲んでないです。実は、シラフでどうかしてるんで。ずっとそうです。毎回ね。で、1週間だって、1週間経った後の2日後なだけじゃないですか、うん、なのにその3週空いたぐらいの、結構僕今そんな気がしてまして、すごいですね。そんな気がしながらも何とも思ってない。長かったなぐらいで。ダッチャ、何があったかな、ダッチャなんですか、分かんない。飲みましょう。ダッチャ、ダッチャ、ダッチャ、ラブダッチャ、飲みましょう。ラムダちゃん、飲みましょう、うん、飲みましょう、飲みましょう、まあ飲んでます、ね、もう飲んでますんで。まあ一応ね、飲み屋ですから、ここ。ガーッ、お疲れさんです。もうさっきカメラをさ、バシャンやったから、はい、この乾杯ですら、ゴマワーってなる。バーンってなるからって言うぐらいのね、ちょっと怖さありましたよ。全然大丈夫です、ね。大丈夫です、はい。サンライズで叫ぶんですけど、いや、最近、いや、最近、どうなん、最近サンライズで叫んでるんですか。最近サンライズでは叫ぶ、店に一人しかおらへんから、もうあーあーわーわーわ
てても何も言わへんから。お兄ちゃん T シャツおしゃれですね。ありがとうございます。そやん、俺のこれなんてことない緑のボーダーですよ。俺のパジャマとそっくりじゃないですか。違うわ。ほら、俺のパジャマと一緒やん。もっと色合いちゃいますやん、ほら。一緒一緒、緑の。ほら、もっとあの、ほら、毒あるやつやん、これ。絶対、もっと毒あるやつや。絶対毒ある方のやつですね。これ僕のパジャマですけど。あとヘルさん、なんかね、あと、お客様から、あの自画像をいただきまして。え？自画像。え、なんか嬉しい。なんで？はい、こちら。ヘルさん、あなたが知ってる、僕らが知ってる、よく知ってる。僕らがよく知ってる。いやなんか誰かに似てますこれ。なんやろうな、このいやいや、でもパッと見ですぐ言えるとしたら、はい、これ見せていいですか。グリーンですか。グリーン、緑、いいですよ。あ、グリーンです。グリーンですよ、グリーンですよ。これどう考えて もう僕進撃の巨人でしょこれ。完全に食いに行くやつでしょこれ。こっちこっちこっち。ほら、はい、次真ん中食いに行くやつやんか。で、はい、こっちこっち。僕にだってジムキャリーみたいな声されてますからね。でもまあ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 いいんじゃない。でも顎すごいな。あ、コトラさんどうも。でもあの、あ、コトラさんどうも。特徴掴んでるから、ね、何も否定できひんわ。ほんま、こんばんは、どうもお疲れ様です。ジムキャリー、いやー、グリーンなんですか。グリーンですよ、もう。いやーね。ねえ、いや、ねえ、ほんまやったら顔の位置逆にさ。そっくりですよ。でも伝わってる、伝わるよ。これ英語合いに僕前歯出とんすね。いや、これ唇じゃないですか。いや、歯、歯やんか、これ。え、どっち？唇でしょ。いや、歯やって、だってこそれ僕こんなジムキャリーみたいな顎出すタイプですか、僕。これはなかなかね。グリーンなんですかって言われて、何回グリーンなんですか。分からへん、もう。あの、なんか分からん、あの、面白くできひん時は面白くできひん本人じゃない。あ、出た出た。あ、もうなんかあの、そっちのじゃない。あ、そっちで料理する。はい、はい、あのごめんなさい、そっちの料理、はい、グリーンだよの方です。ああ、あの、え、どっち？グリーンだよ。グリーンだよさんです。オフのやつです。グリーンだよさんです。ほら、いただきました、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。お茶箱ありがとうございます。あとで、なんやろう、喋ら、なんか先週喋らなあかんな言うて、喋らなあかんな思ってた。あ、そうや、鹿児島編が。ああ。もう店長の。はい。まあ先週もそうですけど、カイツマンで終わらせますからね、はい、ああ、もう全然もうそう。でグリーンラベル美味しいだっちゃう、なんか独特な世界線を、ね、ちゃんと分かってたらよかったね。ね、今年ももうでも全然覚えてないわ、もうだって2週間も。いや、もう会いたけどね。で、あ、でもヘルさんにお土産だけも、もう、ま、あ、あの、もうザ、あのお土産以外にあります、あります、全然もう別お土産あったの。あります。東京編では弓矢をあげたでしょ。うん、ヘルさん、もう一個お土産あるんで。何やろ、ね、まだあったよ。絶対喜びますよ、これ。それ言われたら多分もう喜ばへんやつちゃう。はい、これ、ね、いや、はい、これ弓矢です。いや、もう弓矢です。だからさ、4本、しかも4本弓矢4本。こんなん、僕福岡です。ロビン、ようこそ大阪へ。ロビンフットのなんかいっぱいある、同時にいっぱい打つやつ。弓矢です。しかもこれあれですよ、無理、絶対引けへんって後ろのポスターの人もなんだっちゃ、そうだっちゃね。そうだっちゃ、もうごめんな。そうか、もう弓置いとこ。へえ、いや、もういい、これもう弓はええねん。これあれですよ、うちの親父が切って、姉、うちの姉が割って、僕が紐つけたんですから。何、家族でサバイバルしてんの。あんたどこ。いや、いや、僕がみんなサバイバル、なんかお土産友達にあげたいねんけど、なんかもう弓矢でいいかなと思ってんねやん、ちょっと。え、そんな弓矢なんかあかんでって言いながらどんどん協力してくる。なんで作れんの。いや、家の前が弓矢さん、ちゃうちゃう。弓矢さんなの？弓矢さん。ちゃうよ。肛門の、水戸肛門の、はい、ファミコンゲームをやったら、うん、うっかり八兵衛さんが、あ、右の人かですよね。あ、右の人、ありがとうございます。こっちか。あ、こっちか。え、あそこ反転してるね、多分。足か。あ、とりあえずよろこう。プロレスラーにやりがちな。
で男の人プロレスラーにありがちなポーズ、なんとなくはいやっとこう。でそれをなんかもう親目の前が家がチクリンやからベーンって切ってくれて、へで一本ちょっとこれだいぶ緩なってるんですよ。だいぶ緩くなった。ああほんまや。ただこれつけるときは一本も痛やったからね。あのね、すげーな、あのねこう持って床につけてグーッて。あーそうそうそう、見たことある。そうそう、ほんまにその作ってるとこ見たことある。あのマジ馬力でやらな、なんか危ないでもなんもないからなんもないからどうしようもっていうので作った。よかったら持って帰ってくださいね。はい持って帰らへんけど選手のやつもそれほんまに。だって弓矢使えんのはうっかり八兵衛さんだけやねんて使ってたわ。肛門のところで、ね、的矢でなんかこう的が上の方でこう行ったり来たりしてて、はいはい、それに対してこう、はいはい、うっかり八兵衛さんがピューンってやって的に当たったら当たりーって言って100両ぐらいもらう。めちゃめちゃもらってた。100両って弓矢超ほら弓矢超いいじゃないですかって言われてるじゃないですかな。持って帰ってみ持って帰ってみや。持って帰ってくれへんもん。4本あんねんぞ。4本4本ある。1本やったらまだ持って帰ろうかなと思うけど4本あんねんぞ。あーみんなどうもマイトです。ありがとうございます。マイトでございます。だからそれ作ってもう銭湯行って、うん、あ鹿児島って温泉いっぱいあるから。あーそうめっちゃなんか温泉いいね。あれ300円か200円くらいであげるから。あ安っ。でも僕らがその地獄の遺伝子がね、はい、あの鹿児島の、はい、あれですよ、はい、観光ホテル、ね、声でかかった、はい、なぜかね声でかかった声でかかったけどね、そこで、はい、入ったもその露天風呂はもう目の前が桜島で、いいなー。いやあれはね素晴らしかった。桜島見に行きたいって言ったら、うん、あんたこっから車で40分ぐらいかかるから嫌やって言われて、俺も嫌や、まあまあまあ、それは俺も嫌やわって言って。そんだけかかるとね中止いやでも車のちょっとまあうまいことこうドライブやと思えれば確かにね、うん、いいかなと。そうそう城山ホテルね。そう、うん、城山ホテル鹿児島いいとこでやってます。そうあれはもう素晴らしかったですよ。ちょっとあだってでヘルさんのイベント言うたもんね、うん、おめえやけどそこ車で行くのに40分かかるから、しかも始まんの夜やろ、帰ってきたら遅なっとるから無理やってそうやね断られちゃう。そうやねって言ってそれで終わりましたから。まあだからほんまに実家に帰ってやってたことはほんまに風呂入って耳作って猫もんでただけほんまに猫もんだり猫叩いたりする。叩くって言い方が逆大じゃないですか、ね、あトン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 あのケツ叩いたら喜ぶでしょ、ね、叩いてるやんけど。あこっちのね、そうそうベシベシベシって叩いたら、あやまな尻尾がこうなるんですよ。なっていけないことそんなのののののみたいな。そう言うでそれをやってただけなんで、うん、だけほぼそれだけですね。ほんまにあと鳥刺し食ってただけ。あそれはね、ああそうそうツイートで結構上がってましたね。あれね、あのこっちの1枚目にあげたやつ、うんはいはい、まあまあの量あったけどあれ多分400円くらいですよ、ね、あれでいいさ、シャディーさんどうもお疲れ様。シャディーさんのサラダ感、あ、さっき来てた人よ。あ、どうもマスミちゃん設定できたんで朝定できました。なんか、どういうあの、なんやろこっちの、そうそうそう、アプリ音痴の俺がなんとか設定できたんで無事にできました。ありがとうございます。本当ありがとうございます。で、うん、まあそれくらいかな。あんまり特に何もなかった。何もない。でもその懐かしいどこどこ回ったみたいなとかで、その幼少期はどれぐらいまで鹿児島におったの？全然いないですよ。ほとんど大阪に住んでる。だから父親の家がはいはいはい、それやったっていうか田舎というかふるさとがっていうことね。で今その20年住んでた家はもうないんで。ああそうなの。ないもんない。今引き払って。えでも今のお家の目の前は弓矢さん？ちょっと弓矢さんがあって？弓矢です。もう弓矢しかない。ドワーフみたいなやつが。今じゃあどういうお家？ねえ。一軒家？回りますよね。回りますよ。一軒家。今実鹿児島の家は一軒家。はあ、はあ。どでかい家。あと牛舎もある。え？牛も飼える。牛飼えますよ。牛飼えるぞ。あの金さえくれたら牛飼える段取りちょっと相談しますよ。
鹿児島ってなんかそういうあれあったっけ、薩摩牛闘牛的な、薩摩牛や、ただ単にその牛をただ美味しい肉が食えるんや、薩摩牛や、いやでもいいな、確かに薩摩牛はいいな、あの牛に、牛に乗るのはちょっと怖いからのよう乗らんかったけど、乗るんですか、散歩させてたりとかしてましたよ子供の時は、水牛ちゃうちゃうちゃう、だから薩摩牛や水牛と薩摩牛は違う、竹も生えてるし、水牛はただなんか戦うやつ、屋根瓦じゃないですよ、うちわらぶきでした、うちわらぶき、うちわらぶき、わらぶきか、だからで家の前に弓矢さんがあって、弓矢があって、竹林という名の弓矢があって、だから弓作り方だ、的屋さん、的屋さん、的屋、あたーりーっていうやつ、そうそう、百両もらえるやつ、うっかり八兵衛百両もろたらもう新生活大丈夫なんだ、大体ね、あのそのゲームで、はい、そのサブ的なそういう何お楽しみイベント、ね、イベントみたいな、はいはい、ばっかりやっちゃうもう進むのやめてただひたすら的屋さん行くっていう、そうそう当たーりーが聞きたくなる、頑張れ五右衛門もミニゲームやってる方が儲かるなっていうのに気づいてる、あそうそう、儲かり、まあ、やっぱ稼ぎ方を見つけるとか、めちゃめちゃやってしまう、だからドラクエ4も5も結局スライムゲーム、スライムレースねやったり、あとカジノやったり、スライムゲームで一番高い配当のとこに振って外したらリセットしてっていうのを、あそうそう、なんかそれで何やったっけ、10倍率10のやつが必ず当たる裏テクとか、何それ、あんねんあんねん、中谷さんの家は武器や、ちゃちゃ中谷さん武器やね、私の家のグリーンガムのうち、ちゃちゃそれ交換してくれる、交換してくれるやつ、あの私の家の前がチクリンっていう武器やるんだけど、弓作り武器もう武器やな、な、何何あ、そうやね、何何今度あれや、今度帰ったら、うん、あのヘルさんにあれ、あの 何がいいかな、何あれ、水拳2で使ってた嘘でかすぎるわ、あれ作ったあれ作ったあれ作ったあのあの竹のビラビラこれを使えパッバッつって叩いたらどうなるんですか、ビラビリビリってなってむっちゃ今日あの酒を吹くのは何だ、滑りをよくしてんのあれ師匠がなんか酒をブーってやってくれてんの、よう分からへんけど、あれ酒やと思ったら、ね、チャンスあれなんかすげなんかキャノーラ油みたいなのしてるみたいな、滑りサムライ歌いながら使わない、あまりにも途中で首の周りであの竹をぐるぐる回すあの速さもうようわからんこうって回してで敵をなんかなんか敵なんかついたらもうね、そうそうヒュって引いたらうわビンビンってこうね竹が割れてるやつがもう、だからいっぺんあの布でくくってるやつでキュッとやった状態で叩きつけたら一本のその竹で叩いてんのと同じ状態になって、それを手前の方に布をピッて引いたらそのもう割れてるやつがフワーってやってうわ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 ってなる、血だらけ、血だらけになる、あれっつって家帰ったら今度帰ったらそれをなんかその何分の1スケールぐらいやったらめっちゃ嬉しい、だから どれぐらい、こんなそんなんじゃ作れへんよ、ちゃんとかっこよくここでくる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 回す、いやいやいや、そんなんじゃやっぱあれくらいのやつでかすぎるやん、だって絶対でもこんなだってここのあれカウンター以上に多分長いよあれ、まああれ槍くらいはあるでしょうね、そう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 、長槍くらいはあるかなと思うんですけど、やったらテンション上がるけど、ね、もちろんただフェラーやっぱ減衰だね、持って帰らへん、ね、酒という鹿児島サンクローズ、いや酒は鹿児島サンクローズじゃない、クロネラサンクローズ、違う、サンクローズ、あの焼酎そんなに飲まないですよでも、はい、のんべえの人はみんな、うん、飲むでしょ、飲むけどあの、うん、すごいあのたまに居酒屋とか行ったら日本酒のメニューないくらい焼酎ばっかり系統してるだけで、ね、そんなにあのなんやろう、なんかアルチューのイメージやめてほしい九州やからってアルチューのイメージ、ああでもそうそう、あのまあアルチューとまではいかんけど本当に強いイメージ、そ、うん、なことない、そうではない、そんなことない、まあ、もうわしがってもん、みんな水拳使えるわけじゃないの、水拳使えへん、使えへん、パパ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 で結局こう感動されて、ええ、お父さん親に手を挙げたなふっけっ何言うてるか分からない
今の親に手を挙げたなの声似てたね。親に手を挙げたの、あのお父ちゃんの、お父ちゃんに、そうそう、バラバラバラってやった、ね、まあそれくらいっすね。鹿児島編終わりです。鹿児島早っ。武器作っただけやが、武器、ほんまに武器作っただけ。他の武器作りたくならへんの？え、何？槍、竹槍、竹槍、まあ、まあ分かりやすく先っぽこうシャンってやった。あれトラップ、え、ベトコン、こうベトコンも下をこうね掘って、はい、その下こう竹槍こうツンツンツン、あ、あれや、え、プレデターのシュワちゃんがでっかいなんかほら、ま、丸太の下にこう竹槍こうトゲトゲいっぱいつけるやつ、ね、こうプレデターのやつが下通ろうとしてこうカサカサってこうこの刃をつら、あれ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 あるやんみたいな。すぐバレたよ。そうそう、バレたけどすぐ食らってよう分からへんわ。バレたーと思った瞬間全然食らってる。明日やね、え、プレデター公開日、あ、9月14日。でもシュワちゃん出ないでしょ。シュワちゃんは出へんけど、シュワちゃんが出んのだってワンしか出へん、うん、しかも、あ、こんばんは、あ、どうもです。しかもプレデター、しかも明日金曜ロードショー、うん、プレデターズでしょ。あ、そうなの。何しとんねん。楽しみ。プレデターズじゃないな。全然違う。プレデター2やな。うん。え、違うよ。2ちゃう。プレデター1やろ。ニューヨークで戦うやつ。それ面白かったよ。ダニー、来いよ。あ、普通のおっちゃん、ダニー・グローバー全然ムキムキちゃうから。全然。リーサル・ウェポンのあの、メル・ギブソンの相方の人でしょ。そうそうそう。ダニー・グローバーさん。全然、いや、え、あれは、え、あれがダニー・グローバー、あれがダニー・グローバー。あ、ダニー・グローバーか。で、あの、肉屋さんの、ロッキーがこう、叩いてるやつのところでプレデターのあのあれ戦輪みたいな手裏剣みたいなシャキンってやつをシュワーンってやったらこう垂れてる肉のところズバンボトンってこう、あー、あったあった、あるシーンがで最初でプレデター2、プレデターの手裏剣で敵プチューって倒したら、うん、たくさんのプレデター出てきて、あ、そうそうそう、あーかーわーあーそしたらなんか知らんけどお前を選手と認めてやるみたいな、ようわからんアクセサリー持ってて、いや、なんか昔の銃くれた。あ、銃か、あれ1700年代のなんか謎の銃くれて終わり。どうしてええねんっていうままね、ね、プレデター、でもやっぱりプレデター1ですね。なんかプレデターズも、まあね、なんか、まあ見たけど、プレデターズは、まあまあ、なんか別もんかな、ね、だからなんか、だけど1のオマージュ的な要素めっちゃあったじゃないですか、正直。ああ、そうやね、そのでもサバイバルで、ねね、トラップ仕掛けてみたいなことで、ね、でいいもんと悪いもんがおって、そうそうそう、なんか、ね、だからしかもあのアポロもいないでしょ、ロッキーのライバルのアポロもいないですねいてないですよ、そこで。あと誰や、インディアンもいない、インディアンは嘘つかないもん、ね、なんで2回言うのよって聞いたんだよあーでっけえなー、おぉでっけえなーってなんで2回言うのよって言ってねえよって、おぉでっけえなー、おぉでっけえなーってわかるか、こだまさんこだまない、シュン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 、来いよ来いよで、あれ、あれもいないでしょ、いないし、インディアもいない、あの笑いだユーモアが遅い、あの受けんの遅いインディアも出てて、あんなもう2店舗も3店舗も遅れた笑いが、でも受けたっていう、受けたな、ね、で、あとコマンドの元グリーンベレーことクックもいないし、あ、プレデターではマックっていう黒人、あ、はいはいはい、黒人の兵隊なんです。そうそうそう、せやはおったらどうあのあれでしょ、カミソリパキってやっちゃう人でしょ、 T 字カミソリ、 T 字カミソリ、間違い、 俺もうちょっと毛根深いからもっと深くにやろうとかパキッパキッってでチッチラッてチーダーって出てるし、あと誰おったっけ、あ、あそれでそのマックが、うん、あれそう、イノシシとプレデター間違えて倒しちゃう今夜はイノシシのステーキかっつったら、ち、闇の野郎だって言った後に、その後にインディアがハッ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 って、インディアもまた笑う、また笑う、ザ・プレデターは今日か、今日公開、今日怖いなんか怖いですよ、怖いです。でもあのプレデターやったら僕は認めてたけど、もうプレデターできないんですかね、残念ですね。もういや、もうプレデターはだってあれだけでしょ
プレデター、いや金曜ロードショーでプレデターなんでできないの、プレデターズえやるんじゃない。でもどっちかというとだからそのプレデターズからのちょっと続編っぽい匂いがあるんじゃない。えじゃあザ・プレデター、エイリアンバーサプレデター、あー面白くないやつね。あ結局見てへんわ。なんか見る機会めっちゃあったような気するけど全然見てない。あの成人式プレデターの成人式を日本あのな地球でやるからあこれ終わりですもうこれ以上ああまた見てください。これ系統の VS の最初はジェイソン VS フレディ、えエイリアン VS プレデターの次でしょそれ。え嘘、僕ジェイソン VS フレディマーキュリー。ビーアザチャンピオン、ハッタージャンジャンジャン。アルファイヤー、ビーアザチャンピオン。前歌ってる。全然勝てるよな。切られてんのに。なんか。ジェイソンバーサスブレディマーキュリー。勝てへん。ロックンロールじゃ勝てへんかな。ロックンロールじゃ。どっちがそうそう、なんか V シリーズね、いかんせんどっちへ勝ったかいまいちピンとけへんっていうのもね。あれもそうや、仮面ライダー VS 仮面ライダー、あああれも戦ってないですね最終的に。結局あれ一緒にね敵と戦うみたいな。プーさん見に行きたいななんて私は。一番プーさん、プーさん VS ミッキー、あかんであかんであいつら、プーさん VS ミッキーローク、ミッキーロークは戦えってプーさん僕だけですねこんだけ笑って分からへんプーさん VS ミッキーロークってミッキーロークで誰のレベルですもん。ミッキーロー、え、ミッキーロークってあれじゃないの、俳優さん。ミッキーローク誰や、詐欺で騙された人。全然あかんやんか。ザレスラー、ほら騙されたけどザレスラーでめちゃくちゃ、うん、復活した俳優さん。あ、よかった、よかったじゃないですか。え、俳優さんのはず、ね、猫パンチ、あ、そうそうそう、ミッキーローク猫パンチね。プーさん、一番プーさん VS プレデターが見てみたい。ほらミッキーロークで検索かけたらほらもう2つ目猫パンチ出てくる。お前すごい、どんな人どんな人、見た目だけくださいじゃあ。でも見たことあるはず。あ、おるわ、あれは。あ、だってエクスペンダブルズも多分出たんちゃうかったっけ。わかる、若い頃これ。ああ、これ一番売れてて騙されて、で騙されてレスラー転向して騙されてこんな感じになっちゃう騙されてこんな感じになっちゃう。騙されてプロレスラーみたいになっちゃう。プロレスラーでもレスラーがそれでも大人気、まあ、だまあっちはプロレスラー人気ですからね、うん、人気勝負ですからね。いや実際にプロレスラーになったわけじゃない。えレスラーっていう映画。あ、そうなんですか。そうそうそう、あ、そうなん、何や、あれがものすごく、ね、受けたんですね。受けたんですよ、ミッキーロークね。ミッキーローク、それプーさん VS ミッキーローク。勝てへんな。プーさんはプーさんに勝てる人があんまり、まあね、風太郎やしね。かわいい、かわいい、風太郎やしね、全部や。でもやっぱまあまあ、エイリアン VS 忍者、そんなのもいるんすか。ああ、なんかそんなのもあった。なん、何やったっけな。まあとりあえず B 級のなんかで大体結構エイリアン VS スタンハンセンな感じ、イメージ的にはそれはもうエイリアン VS ウエスタンじゃないのお前そっちの方がいいっすね。そうっすね。それやったら、じゃあそれやったら、それやったらウエスタン VS プレデターでしょ。ウエスタン VS、 音の響き的にはウエスタン、まあまあ、そう、エイリアンを出てくるんですけど、ウエスタンが、ウエスタンが全部倒しちゃうんです。でらそのプレデターがウエスタンはみんなラリアットはしないよ全員多分カウボーイやから多分違うと思うよ。戦えへんかな。カウボーイ VS エイリアンってなかったっけ。確かリンカーン VS エイリアンは意外と、あ、え、リンカーン VS ゾンビじゃなかった。エイリアンじゃゾン、リンカーン VS、 あ、リンカーンとゾンビは戦ってた。確かにそう、なんかあったそれ。しかも意外と B 級じゃなくてしっかりした、ちゃんと宣伝も結構しっかりしてたやつね。そう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 、かゆっカウボーイあった、ちょっと待って、膝の裏かゆくからちょっとあ、やっぱりある、カウボーイ VS エイリアン、やっぱり。じゃあなんじゃこれって思ってたもん。じゃあウエスタン、しかも結構しっかりした映画よ。ほら、007の新しい人やんか。あらあらあら、そんなダニエル・クレイグ、そんな人使った。そう、あ、次は変わります。しかもこれ意外と面白かったんよ。どうもですでーん、もっぺん見ても A レベルやった。でーん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 、だからきれいな人、
誰だから、だからウエスタン VS プレデター、じゃあプレデターとは戦ってないから。プレデターとは戦ってない。だからウエスタン、だからさ、エイリアンにウエスタンラリアットは効かないです。